いいですよ、うんうん、どっちがどっちが書いてなくて、あと、はい、ちょっと削る、はい、削る軽く、これ、あの、一番、うん、左に回してます、どっちが、多分、左がベースが強いかな。あー、もうこれくらいのバランスが好きだ。で、これが、うん、逆に振ります。逆に振ったらこんな感じ、はい、変わらない。じゃあどっち、まあ、ちょっと真ん中ぐらいにして、そうね、とりあえず真ん中、あのボミュージの時はガッツリ左を強くするとか、左が左に回したらベースが強くなるね。はい、では行きます。はい、めちゃくちゃいい。
じゃあ、ブルーズがよりね、作れる。そうそう、そういうことだ。よし、じゃあ、この曲くらいなんかもみますけど、はい、ローバーに。どっちがいいの？そうね、ローバーに。あんまりウォッシャーゆっくりやることない。なんかできる。あ、オッケー。あのね、ローって言って、あの低音を強くしたりとかこっちでできるじゃん。ちょっとね、これでちょっと弾いてみて両方。わかりました。ちょっとこっちも強めにします。
基本あれってちょっと軽く流れを決めるぐらいでいいかなと思って。